こんにちは、クッキーです。今日は三人麻雀における実力の判定についての話をしていきたいと思います。私の行く秋葉原ユンユンでは平均着順を見ることができます。私は今まで500ハンチャン打って平均着順が 1.98 でした。しかしメンバー Z さんは2000ハンチャン打って平均着順 1.92 だったそうです。麻雀は運が絡むゲームなので短期の成績で実力を判定することはできませんが、では何ハンチャン打てば実力が判定できるのか、それを考えてみました。結論を言うと、500ハンチャンで平均着順が 1.98 だった私は強いとは言えませんが、2000ハンチャンで平均着順が 1.92 だった Z さんは十分強いということが言えそうです。使う考え方は仮説検定です。まずは平均と標準偏差を求めます。1着、2着、3着を3分の1ずつで取ると平均着順は2となります。標準偏差について、分散は2乗の平均引く平均の2乗なので3分の2となります。したがって標準偏差はルート分散より3分のルート6です。よって N ハンチャン打った時の標準偏差をシグマとすると、シグマは3分のルート6かけるルート N 分の1となります。 N ハンチャン打った時の平均着順 X の 95% 信頼区間は 2-2 シグマから2+2シグマです。ここで2シグマは3ルート N 分の2ルート6ですので、ルート 3N 分の8となります。つまり N ハンチャン打った時の平均着順が2よりもルート 3N 分の8だけ離れていれば十分強い、あるいは弱いと言えるでしょう。例えば500ハンチャンで平均着順が 1.98 だった私、 N イコール500でルート 3N 分の8は 0.073 となります。2-0.073、 これが 1.927 ですが、平均着順の 1.98 はこれを下回っていませんので、私が強いとは結論付けることはできません。代わりまして Z さん、2000ハンチャン打って平均着順が 1.92 だったわけですが、 N が2000の時ルート 3N 分の8は 0.037 です。2から引くと 1.963 で 1.92 を上回っていますので、これは十分強いと結論付けることができます。なお 2-√3n 分の8の値は n イコール100で 1.84、 n イコール1000で 1.95、 n イコール1万で 1.98 です。これは100ハンチャン打って平着が 1.84、 または1000ハンチャン打って平着が 1.95、 または1万ハンチャン打って平着が 1.98 であれば十分強いと言えるという値になります。これを逆算して、ある平均着順の人が何ハンチャン打っていれば強いと言えるのかを考えていきます。ルート 3N 分の8を T と置くと N イコール 3T2 乗分の8、つまり平均着順と2との差を T として、 N イコール 3T2 乗分の8ハンチャン打っていれば強いと言えます。例えば平均着順が 1.98 である私、 T イコール 0.02 ですので 3T2 乗分の8の値は6667です。よってテロップちょっと間違っちゃってますけれども、6667ハンチャンこのまま平均着順 1.98 を保ち続けていないと強いと言えることは言えないでしょう。なお 3t2 乗分の8の値は t イコール 0.1 で 267、 t イコール 0.5 で 1067、 t イコール 0.01 で 26667 です。これは平着 1.90 なら267ハンチャン打ってないと意味がなく、平着が 1.95 なら1067ハンチャン、平着が 1.99 なら26667ハンチャン打ってないと強いという判定はできないということになります。以上が今回の結論です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。